歴史地理学、歴史地理学、歴史地理学、英語、ヒストリカルジオグラフィーは、空間を軸とする地理学と、時間を軸とする歴史学という対立関係を超えて、時間、空間を同格に並存させて取り扱う、研究分野であ、過去の特定の時代の空間パターンを分析したり、過去の物資の流通形態を考察するなど、地理学の方法論を、歴史の分野に、または逆に、 適用した学問である。かつては、こうした方法論は、歴史学の一分野とも捉えられていたが、20世紀になってドイツやフランスなどで歴史的景観の変遷が地理学の一分野で盛んになり、それが世界中に広まった。特に1960年以降の軽量革命の影響も相まってより複雑な空間分析が盛んになってきたが、 一方で人間の歴史的な存在から伝統的な人文主義地理学の考え方も残っており、両者の融合が今後の課題とも言える。地理学者の立場から初めて歴史地理学史を研究した山口1943は日本における歴史地理学の系譜を歴史地理学派と京都の歴史地理学派、人文地理学派に分類している。これを受け、かい。 2013は日本歴史地理研究会系と京都帝国大学系の2つの系譜から歴史地理学史を記述している。1899年日本歴史地理研究会、1907年に日本歴史地理学会と会唱が設立された。その中心となったのが帝国大学国史家、現東京大学文学部を卒業した北定吉である。 北は、帰還し、歴史地理を発刊し、古代史を主として多数の論考を発表した。日本歴史地理学会においては、東京帝国大学の関係者のみならず知事、研究者や、郷土史やも活動に参画し、大正期以降の郷土史、地方史研究の発展に寄与することとなった。この系譜において注目されるのが、吉田東吾の自責である、吉田小学校教員、 読売新聞記者などの経歴を経た後に、知史の編纂を志し、1895年に大日本知名辞書を寄稿した。吉田は13年にわたって、独力で編纂作業を行い、全11冊に及ぶ大知史を作り上げた。その記載は、歴史地理に重点を置いており、日本歴史地理学の先駆書とされる。 明治中期に在野の郷土史研究と結びついて発展した日本歴史地理研究会系に対し、その後のアカデミズムの中心となったのは京都帝国大学系の歴史地理学だった。この系譜の源流を作ったのは小川拓司である。小川は東京帝国大学理科大学地質学科を卒業した後、1908年に京都帝国大学史学科。 元強と大学文学部に地理学教室を開いた。これは、第一高等学校時代の同級生であった、内田銀蔵、当時、私学科の解説委員を務めていたの考えによると、される。これは日本において、初めて設置された、地理学教室であった。小川は、大学時代の専攻であった、地質学のほか、機内垣内集落や孤立創宅、山村の研究を進め、 歴史的観点に基づく集落地理学の基礎を作った。また、初代助教授であった石橋五郎は、東争時代の市が宴会貿易並貿易港について、と題する卒業論文を提出して、東京帝国大学史学科を卒業していた。石橋はその後も、歴史地理に歴史地理的研究を発表していたが、明治40年代以降は、 過去よりも現在に重点を置いた研究を進めた。京都帝国大学地理学教室における初期の研究は、集落形態起源論をはじめとする、景観復元的研究が中心となった。特に、1933年に、小牧さねしが発表した、字の断面説、口述は、その後の日本の歴史地理学の方向性を決定づけることとなった。小牧は、 その後地政学に傾倒したが、文下の米倉次郎や藤岡健次郎などが、字の断面説を継承した。米倉は、小川や小牧の影響を受けつつ、研究を進め、綿密な文献的交渉と、実地投査によって、上理性研究の活気を成した。藤岡は、字の断面説を発展させて、景観編編手法を提唱したほか、1966年には、 野外歴史地理学研究会を創立し、戦後の歴史地理学を牽引した。イギリスの地理学者プリンス、H ・プリンスは、歴史地理学の研究領域を三つに分類した。現実の地表空間を扱う。多くの歴史地理学的研究はここに該当する。資料批判を経た、死資,資料を用いて、景観を復元し、過去における客観的な地理像を描くことを目的と、する。 その手法においては様々な理論が提唱されている。街道の整備と城下町の発達の関係の分析、歴史的な町並みの成立経緯の研究などがテーマとして挙げられる。人々の認識上の地表空間を扱う。80年代以降の人文主義的地理学の交流によって発展した領域である。生きられた空間論に基づき、人々が空間、 場所に対して抱いていた認識を研究する。地理的イメージの分析に際しては、絵図をはじめとして、文学作品、気候文、知史など多様な資料が用いられる。抽象化された地表空間を扱う。新しい地理学の影響を受けて発展した分野であり、地理空間理論が過去の地表空間にも当てはまるか検証することが目的とされ、抽象化、理論化、 法則定律を試行する。具体的な研究としては、弥生時代の集落に対して、T 線理論を適用したもの、空間的相互作用モデルによって、おかげ参りの空間的拡散を検証したものなどある。第一章は、ウェブ上で、閲覧可能、吉田敏弘、歴史地理学とは楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。